惜しまれつつも販売終了した飲み物。おいおいほい。アンバサ、日本コカ・コーラから1981年販売された乳製炭酸飲料、スコールやカルピスソーダの競合商品として販売されていましたが、徐々に売り上げ減少、一部地域のみでの販売に。2003年以降、コンビニや一部地域で販売が徐々に再開されています。通販サイトでも購入できるみたいですね。バブルマン、サントリーフーズから発売された炭酸飲料。2005年販売開始、2007年販売終了。不思議なキャラが出演する CM が一時期話題になり、売り上げ爆増も販売終了に。ソーダ味に使われている青色1号という色素に発がん性があると、当時噂されていたためという説や、競合のファンタが強すぎたという説などがあります。ドロリッチ、ギザグリコより発売されたデザート飲料。2007年販売開始、2019年販売終了。カフェゼリーとクリームを混ぜた食感が特徴的な飲み物で、女性を中心に徐々に人気に火がつくも、2009年をピークに売り上げは減少。内容量が 220g、200g、180g、120g にステルス値上げしたことが要因ではないかという説もあります。